じゃあためになる話で終わりますか。いや、なんか最近僕はあの、毎晩寝るときにあのラジオを聞いて寝るんですよ。うんうんうん、携帯見てるとなんか常にやっぱ関連動画面白いの出てきちゃってついつい夜更かししちゃうんで、そのラジオを流しながらラジオを聞きながらアイマスクをして寝るんですけど、ほう、いつの間にか寝てるんですよね。はい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 、いいねいいね。なんであのラジオの後半実は誰も聞いてない説僕だって初めの10分ぐらいしか聞いてないから。確かに、うん、確かに、うん、そのラジ YouTube とかでもラジオあるじゃないですか。ありますあります。いろんなの、うんうんうん、1時間とかあるじゃないですか。あるあるある。確かに最後の方記憶ないわでしょ。で YouTube で最近見つけた僕面白いのがあって、うん、面白くないラジオがあるんですよ。何それ。いや、なんか寝るためのその中身がないラジオみたいなの僕見つけて、うん、何それ、うん、本当に中身のない話をずっとしてるんですよなんか雑学ですよ、雑学。もう雑学をへーってならないぐらいの雑学、うん、あれ寝るときにマジでいいです。ただそのなんか初めちゃんと聞こうとするんですけど、マジで中身なさすぎて気づいたら寝てますいや、だからその人すごいなって思って、発想が。だって普通ラジオって面白く話そうって思うわけじゃないですか。その人全くですよ。もうだからその面白くないラジオみたいなやつやってるんで、ぜひ YouTube で。ああ、うん、いいね。寝るためのラジオ。着眼点がいいなと思って。うん、まず寝れると。高圧洗浄は寝れるって。あれみんな寝てたの？そうよ。え、高圧洗浄めっちゃ深夜に1700人とか見とるなーって思ったら、あれ寝てるんですか？あの高圧洗浄のいいところは、うん、寝るから減らない人が溜まってく。え、寝てるの？あ、いや、なんかどんどん深夜にも視聴伸びてってるから。あ、もう減らないって一番大事なあ、睡眠してんだあれ。まあ、でも音がいいっていうよね。あのなんかすごい高圧洗浄の水の音とボンさんのぼやきがちょうどいいっていう。あ、心地よくね。騒がしすぎず、うん、静かに。静かに。あ、なるほど。うん。トスボタレインボーの動画をご覧の皆様、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。おすすめ動画もよかったら見てね。